はいどうも、奥です。今日なんですけど、あの前回の SBC ドリームツアーファイナル あのレセプションパーティー、試合の前夜にですね、ちょっとある選手2人がちょっと喧嘩をしてしまいまして、その様子の動画が手に入ったので、今日はちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。それではどうぞ。注目のカードって、言っていただいて、普段からこう江原片山テニス界では仲がいいと言われてるんですけど、全然そんなことなくて、もう本当最近ちょっと舐められてるんですよ。で、そんなにこう僕全日本優勝してるのに舐められたらかなりムカつくんで、ちょ明日はもっとバチバチにやってやろうと思います。覚悟するよ。おい、こういう、すいません。いや、すごい、なんかスピーチ覚えてない。いや、それは舐めるでしょ。いや、こいつバック受けないし、サーブもなんかトスなんか色々とか上がるし、サーブ打ちすぎると腹筋すぐ切れるし、まあ、特許あるかもしれんな、お前な。まあ、でもお前、振り返ると思うなよ。いやいや、そんなこと言ってて、でもこういう大事な場面で勝つのは俺だから分かってる。お前そうやってさ、何回取りこぼしたよ俺の前で。いやいや、でもね、やっぱ前半まで取ってるし、やっぱ何回ベースの方、何回5回だな。5回でしょ。俺1回優勝してるんだ。俺だから全然、まあ、それは認めるわでしょ。でも最近のお前なんだ、何だろうな、今日その髪型を開けつけるんだよ。気合入れて、もうロン毛も捨てて、短髪にして、ロン毛捨て、ロン毛捨てって、お前、捨てる方髪ねえから気をつけろ。いやいや、もう、最近ハゲ気にしてんだ、そう言うんじゃねえよ。ほんと、お前知らねえだ、明日。まあ、明日やってみれば分かるから。まあ、そうだ、OK。やろうぜ。やろうぜ、頑張ろう。いかがだったでしょうか。見た動画。見ました。いや、はい、江原さんボコボコにされてたね。勝てないね。ちょっとあれ、片山さんには強いですね。まああれだね、安い弱いからね。言ってもあいつほら、まあ片山さんの言った通りね、やっぱりサーブちょっとしょぼいじゃん。しょぼいしバック打てないんだよ。まあ、ちょっと前までは俺もやっぱほんと強いなって思ってたけど、まあ、そろそろ勝てんじゃない、あのぐらいだったら安にはさすがにね。でサーブ実際腹筋やっちゃったしね、今回ね。そんなもんですよ、全日本チャンプなんて過去の栄光ですから、まあ、そろそろね世代交代ということで、今度は僕が倒しますよ。それじゃあまた。